よしよしよし、これでもう撃っちゃおう。これ撃っちゃってもう死ぬかと。オッケー、気絶させた。え、どうこれ、めっちゃ強ない？ここじゃ。おら、どっち撃ってんの？バカ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 。オッケー、そしてポーン、吹っ飛ばし、そしてポーン。いや、強くない？はい、どうもひたまいです。はい、今回はね、伊豆初見リーグプレイ5連戦ということでやっていきたいと思いますと。まあね、先ほどのね動画でまあガチャ動画上げたんですけども、まあ何レベルになったかはね、まあ皆さん今80レベルあるんですけど、まあどうなったかはね、そちらのガチャで見てくださいということで、スキル1がね、まあ、あの、ベビーファイブみたいなスキルで、まあ、スキル2が、まあ、こんな感じと。まあ、ちょっとね、通常攻撃は、まあ、なんか、ベッチとか、まあ、ドフィーみたいな、まあ、ちょっと弾遅いみたいなところはありますけども。まあ、俺だ、ジャスト回避簡単そうなのかな。で、敵に攻撃した時 100%、クリティカルがね、まあ、発生確率が高くなるんで、まあ、やっぱりメダルは、このサイファーポールメダルをつけておりますと。まあ、クリティカル回復とクリティカルとスキル2が短縮されると。まあ、ちょっと言うとしたら、アタッカーの割にはちょっと、と火力が低いと思ったけど、10秒間的に敵に攻撃力が 10% 増加するんで、え、これ上限ないの？10秒間の間に敵に攻撃力が 10% 増加。ああ、全然あれだ、不可だって書いてあったわ、ごめんなさい。まあその割に、あ、まあだから火力がちょっと低いって感じなのかな。まあでもクリティカルがあるからそこそこいいのかな。まあそこら辺使っていきたいと思います、レッツラッコ。はい、ということで1戦目やっていこうかなと思ったんですけど、いや結構強そうだなと思ったんですけど、今考えたらレイリーに対してだいぶきついかなってまあ思いますね。まあそれぐらいかな。まあでもてか犬じゃ猫マムシさ、2体とかめったに見ないのよ、なんなんその奇跡。まあ5連戦ということでね、まあちょっと慣れてないところもありますけども、あの皆さんぜひよかったらね、温かい目でまあ見守っていただけるとまあすごい助かりますということで、これ後部狙いでいきますか。まあ通常攻撃はこんな感じと。まあ避けやすそうではあるよね。あそこレイリーかな。いやレイリーはちょっと渋いな。一発二発、オッケー、回避させた。あー、いいね。じゃあこれ撃っちゃおうかな、これ。あ、よいしょ、オッケー。いや、どう、あ、スキル2があれか、火力高い方か。さあこれは回避あえて誘って、よいしょ、オッケー。あれ、当たってるわ、当たってるわ、当たってるわ。いや分かりづら、ちょ分かりづらいわ。さあこれで今度クリティカルを上げていきたいところなんだが、いた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 いや、ちょレイリー渋いな。相手にレイリーいるとだいぶきついと、多分ジャスト回避されるし、これちゃぶちょやばい、ちょっとレイリーいると何もできないな。よいしょ、きついな、レイリーいると。ちょレイリーいるとちょっと何もできない溜めて言うことそれだけ、何もできないレイリーいると、いやレイリーだいぶきついぞ。うん、ちょ待ってね、それで相手ブーストなんだが、いやロジャーも言うて気絶しちゃうしな。誰か来てる。さあこれはナイス。いやこれどうなんだろうね。いや強いとは思ったんだけど、意外と戦ってみたら意外ときついっていうところがあるのかな。さあオッケー、いやーここ当たるか。いやどうしよう。じゃあ相手がね、ナゴミだったりちょっとめんどくさい、ウルージだったり攻撃しない方がいいみたいな。オッケー、これ、あ、これがこっちか、これがこっちか、長押しスキルだと思っちゃったわ。さあオッケー、一発二発、オッケー、それは大丈夫、一発二発、おいしょ、オッケー。でここで回復してって、あっち行ってみようかな。うん、難しい、うん、難しい、うん、むずい。さあ、待って、裏がまずいか、裏がまずそうだが、ちょっと待って、これはスキルをここで、これね、これで、ポン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 って当てて、よいしょ、オッケー、いいじゃん。え、伊豆ちょっとおもろいな。え、今のみたいな使えってことかな。いや、むず。あ、いや、むず。むず、オッケー。あ、杯で、そう、杯を見たかったんよ、俺は。さあ、これ、当たんな、通常攻撃。オッケー、一発、おら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 、いた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 、いや、誰に、な、なんですっけ、いた。オッケー、ジャスト回避、よいしょ、うーん。ちょっと待って。まあ、なるほどね。まあ、1戦目だから。いや、これ1戦目だから。これ、注目。これ1戦目、うん。全然まだまだこれからです。さあ、ここはとりあえず。はい、これ多分、下に来るんで、ここ、取ろ。はい、取れた。はい、勝ち。はい、ということで、2戦目よろしくお願いします。いや、まあ、大体感じはつかんだわ。てか、さっきね、スキル完全に両方ともスキル1を、まあ強い方だと思う、強いってか、まあ長押しじゃない方だと思ってしまってたんで、まあちょっとね、そこ気をつけて、まあ、あれ、どうないのかな？あと、あ、あ、あー、どうしよう、ここやっちゃったけど大丈夫これ。
大丈夫、ルーム来ないよね。さあ、オッケー、さあここは大丈夫と、はい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 、なるほどね。吹っ飛ばしもあるんでね、はいはい、よいしょー、オッケー、ナイス。あらあらあら、なんでジャスト回避されてるの。これ初見だよ、初見で、よいしょー、オッケー、はい、よいしょ、おー、痛き。ロジャーに狙われたらおしまいですよと。まあ、気絶。ちょっと待ってね。使い方、オッケーオッケー。今学んだわ。学んだ。オッケーオッケーオッケー。俺、同じ失敗二度としないタイプの人間だからさ。ちょ、ロジャーは一旦、無視して、レイリーも一旦、無視する。相性っていうものがありますからね。やっぱ、バウンティーラッシュ、どうにもこうにも。まあ、とりあえずね。何でしたっけ、クリティカルを上げていきたいところなんですけど、はい、はい、どんどん上げていこう。はい、ナイス、いいね。まあ、さっきちょっと強さの片鱗見せられたと思うんで、ちょ、そこをね、うまく見せていけたらなと。オッケー、あ、全然、あ、これちょっと意外と当たりづらいのね。あ、意外と当たり、意外とこれなんかね、横ずらすの意外とむずいわ。今気づいたけど、意外とむずい。意外とむずいんだが。さあ、オッケー。まあ、でもこれ結構届くんだけど、はい。当たらないやん、横移動したら。横移動したら当たらないという、結構最悪、最悪で、最悪って言ったらあれか。よいしょ、オッケー。はい、いいね。痛い。何が当たった？ん？ああ、通常攻撃とあれか。あれがマッチしたのか。お、ほら、意外と弾速めっちゃ遅いのよ。遅いのよ。よし、こっち、割り込め。よいしょ、オッケー、気絶は強い。いや、でもこれ結構ダメージ入るんじゃない？結構入ったね。結構入ったぞ。え、結構、マジで入った。ここよいしょ、え、そよいしょ、よいしょ、オッケー、いけ、あー、いや、惜しい、え、結構杯にダメージ入った。じゃ、なんで伊豆いるん。俺のアイデンティティやん。新キャラすぐ使うって。え、待って、え、結構伊豆ある気がするぞ。いや、結構今杯に対して80レベルなのにダメージがつい結構アップしてて、多分上2つ取れてるんで、まあ、とりあえずここ守りますか。え、オデロジャに対してはちょっときつそうだけど、あ、オデロジャ、ん、おでん、うん、杯には強そうだけどね。さあ、ここはちゃんと見て、よいしょ、見えてるんですね。そして、あ、間違えた、スキル、いや、スキル間違えちゃう。いや、ちょっとまだ初見だから間違えちゃう感あるな。もうちょんちょこりんこということで、オッケー、はい、よいしょ、吹っ飛ばせ。うわ、当たんないの、ちょっと出遅いな。なるほどね。あ、今のちょっと出遅いってことを僕は学びました。はい、学んだ僕は最強ですと。はい、ちょっと、はい、負けました、すいません。学びましたんで、次。はい、ということで、3戦目よろしくお願いしますと。いや、なんか惜しい気がするな。なんか惜しい性能な気がする、伊蔵。いやー、ま、性能はいいんで、特性とか。やっぱ通常攻撃が普通の移動でさっき杯に避けられてたからね。あ、でも杯にはそこそこいける気がする。あの、スキル1がバカ強い。これ見てて。これ当たるから。ほら。当たってる？どう？そうでもなさそう。はい、こっち来たらそれ当たっちゃう。オッケーオッケー。はい、シールド全部破壊したんちゃう？あ、待って、これやばいわ。これはやばいわ。避難します。これはさすがに1対3は無理でしょ。さすがに1対3は無理やって。オッケー、これはとりあえず撃って。あー、いいね、なるほどね。やっぱ吹っ飛ばしがいいね。ここは、はい、よいしょ。こっちの方が弾速多いんだよ。弾数とか違う。オッケー、ナミちゃんにも結構ダメージ入るね。ここ、とりあえずシールド活用させていただいて。よいしょー、オッケー、いいよ、痛い。いや、でも、杯に対しては結構いい気がするけどね。やばい。あ、エクやばくね。え、まあ、スキル1がめちゃめちゃ強いことが分かった。まあ、スキル2はちょっとあれかな。まあ、でもスキル1気絶入んないキャラとかでもね。いや、でもスキル1相当強いと思うんだけどな。まあ、スキル2がちょっと意外と使い勝手悪いっていう、ここ、先打っちゃおうかな、これ。先打ってみて、当たんないか。これ、ここどう？これ意外と当てづらいけど、どうみたいな。まあ、オッケー、使わせた。これ使わせたの結構でかくない？え、これ使わせたの結構でかいよね。さあ、え、結構やっぱこういうスキルはやっぱ、うわー、カメラ食わん。結構便利なんだが、この坂がちょっとね、でも僕嫌いなんですけど。さあ、これは、よいしょ、あー、足んないか。出がちょっとね、遅いかもしれませんね。さあ、オッケー、ここはオッケー。いや、こっち来るか。ちょっと待って、まずい、一旦、いやー、憎くそこで食う。どうなる。オッケー、ここいける。結構おいしいやつ入る、多分。いや、そうでもない。オッケー、で、ここで、よいしょ、はい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 。え、どうですか皆さん、これどう、これ、そしてポーン、強ない。
可能性は合間見えてる、合間見えてる、合間見えてる。やばい終わったわやべおでんマジきちい。おでんがちょっときついかもね。おでん、おでん、いや杯はわりかしいけんのよ。わりかし100になったら、まあ、全然いけると思う。おでんと、まあ、レイリー、まあ、ドービー、ドービーいけんのかな。まあ、その辺がちょっとね怪しいあたりかな今の感じだと。レイリーは多分無理だと思う、普通に無理だと思う。うん、でも杯はねわりかし今の感じいけた気がする。ここ下誰、あーなるほどね、あっちへんご行こう、こっちは無理だから。さあオッケー、ここはここじゃ。おらどっち打ってんの、バカ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 、オッケー。そしてポーン、吹っ飛ばし、そしてポーン、いや強くないえ強くない、普通に強くない、ここ当たんないし、オッケー。まあそこは一旦捨てて、まあ死なない立ち回り、肉食わないで絶対、あ食いやがったー全然大丈夫、全然大丈夫、うん、俺がブツボツ食いやがったって言っただけだから全然大丈夫、オッケーオッケー、ここで、おいナイス、ウソップナイス、それはナイス取り返した、それはナイス取り返した上からなんだよな、すいませんと、オッケー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 、これシールド全部剥がした、シールド全部剥がしたんだけど、シールド全部剥がしたで満足しちゃいけない、最近気づいた、シールド全部剥がしたから何みたいな、そんところあるよね。とりあえずこれこっち行って、ここ、あ、やば最悪、ま、どうしよう、どうしよう、ここおらーやばい、いやーそれはやばい、なごみが邪魔した、今のはねちょっとなごみがうまかったわ、なごみがいなかったら多分杯 KO できてたもんね。いやーちょっとごめんね、ちょっとごめんなんだが、ちょっと待ってね、ここはとりあえずこっち守りに行きますか、これとりあえずこっち飛べば OKOKオッケー、はい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 、取られたんですけどまあ味方が頑張ってくれたんでありがとうございましたと、オップねーオップねー味方ありがとう。はい、ということでラストやっていこうかなと思います。いや5連戦の割には結構いい感じじゃない、え結構いい感じじゃない、5連戦の割には、いやまあまあまあ、さそんなもんですからね、さ実際は。さここは一旦距離取りたい、よしよしよし、これでもう撃っちゃおう、これ撃っちゃってもう死ぬかと、オッケー気絶させた、えどうこれめっちゃ強ない、えもう杯これ80レベルでこれだよ、これもう先撃っちゃって、はい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 、いいね痛いこれジャスト回避はしょうがないです、ドフィーさんこれはしょうがないやつなんでね、まあ全然誰も気にしてないっていうか、オッケーこれいけ、よいしょオッケーいいね、え伊蔵やっぱ強ない、普通に強い気がするんだが、さあこっち行って、うわーくそー、まあここどうしようかな、なるほどね、あそことりあえずシールド破壊するか、オッケーシールド破壊して、で、なるほどね。ちょっと難しいな、立ち回りが、ここから。いや、ちょ、キットがね、地味に渋、地味渋気がする。おっぶねえ、おっぶねえ、ちょ、待て待て。詰められたらきついな。ちょっと意外とさ、あの、ベビーファイブみたいに簡単に当たってはくれないから。いやー、ちょっと楽しいな、でも。ちょ、伊蔵ちょっとおもろいぞ。ちょ、ゲップ出そう。そんなこといいけど、とりあえずゲップ出そう。いや、オッケーオッケーオッケー。さあ、とりあえず、さあ、あっちの二陣目行って守っていきたいとか、ウソップ多分いけそうだな。いや、レイリー行くか。レイリー KO しちゃおう。うわ、伊蔵これでか KO したらかっこよくない？ちょっと待って、カメラやばい。オッケー。つかーオッケーレイリーも KO できると。そして、ここで先に撃っちゃって。はい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 、どうですか、あ、後半当たってなかった。オッケーオッケーオッケー、しかしね、しかしね、しかしよ、さあここは取ってるの見せかけて、はいはい、で流星火山もオッケーオッケー、おいおいどうするどうするどうするよ、回避使った人が、オッケーロジャーもお茶の子再生、お茶の子再生、お茶の子再生じゃない、ごめんなさい、やばい、オッケーアップねー、ちょ待って、一旦引いて、オッケーオッケーオッケー、待って、おらおらおら、オッケーオッケー、ロジャーも枯れる、え待って神回すぎんか、待ってこれどうしようか、とりあえずここ終わったわちょっとこう無敵無敵、この距離でやられたらね、打ってる途中にやられたらちょっと、まあちょっとね、あのすいませんということで、いやまあでも結構いいとこ見せられたんちゃう、ちゃうちゃう、よいしょ、レリー強よ、さあちょっと上守ったらよかったかな、いやでもこれ3つ取れそうな感じもするぞ、いやこれねこっち行くと見せかけてあっち裏行きます、はい、オッケー、はいはい、であっちの援護、はい完璧、
別に俺いらなかったって多分思ってる人いっぱいいると思うけど完璧完璧。